怖いわ、怖いな。滝みたいなところで足音だけ残し飛び降りてバンって。めっちゃ寒気するんだけど、その話。うん、何の音これ。水ガチで、だって上がれないよ、木とかあるし。ちゃちゃっと終わってちゃちゃっと帰ろ。もう無理じゃない、ガチで無理じゃない。無理かな、こういう時やばいよ。無理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 。痛い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 。俺行こうよ、行くよ、あそこ。痛くないもん。行こう。何なんですか、ちょっと。ああ。どうどう。だから急ごう。どこだったっけ。どこだっけ。こっちから3階行けないんだっけ。3階向こう。いやいやいや、ちょっと。何？照明ないんですよ。バッテリーもないんですよ。うわ。危ないですよ。うわ。うわ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 。とりあえずエミューさんに一回言ってから行こう。マジ上がるんですか。上がるよ、上がるよ。とりあえずエミューさんに言ってから。いやいや大丈夫だよ。死にたくないですよ、ちゃんと。死にたいもんあるんですよ、こっちは。死なうものはなんてない。あれやっぱなんかさ、人数が少ないとさ、はい、もうなんか倍ぐらい怖いね。あ、これ近い、これだ、これだ。もうバッテリーないです。マジマジ戻って、ちゃんと危ないよ。マジで少し照明残ってよ。バッテリー切れた。切れた。わかる、さっき足音がなくなってるってことは絶対あそこから自殺するんですよ。やめて、ちょっと怖いこと言うのやめて。これ本当にでかい足跡だよね。そう。3だったよね。3だったじゃん、さっき。うん、一人減ってる。なんか道狭くなってない？あ、そうそうなの、そうなの。バイクある。着きましたね。入り口をそこ。ここから4人になってない？なんかあっちにも足跡あるしさ。そうだね。はい、やっと今到着しました、はい、本日のロードショー、こちら青森県にある岩木山。青森県の中でも最高峰の山です。そんな名山のふもとにスペース21と呼ばれるホテルの廃墟があります。まさに廃墟って感じじゃん、はい、いやいやいや、ちょっと待って、上からもう落ちてきそうじゃん。実はね、僕もね、ご存知の通り、はい、昨日事故りました。知ってます。スペース21がホテルとして運営されてた頃に経営不振に陥った当時のオーナーがそのことを理由に自殺したと言われております。なんでもね、このスペース21多分自殺されてる可能性が高いですね。それであの廃墟になったっていうか、廃業になったみたいな。うん。そのためこのスペース21にはそのオーナーの霊が出ると噂されており、うん、またその強い念に引き寄せられて様々な霊が渦巻いているとも言われておるそうです。さっきからさ、段カンカンなってるもんね。なってますね。実はそれだけではなく、その後も人が亡くなっているそうです。オーナーが自殺したことで開業となっていたため解体工事が行われたのですが、その工事で作業員が亡くなっているそうですよ。さらには原因不明の怪奇現象も起きて機械が立て続けに故障を、そのため解体作業が中断されてそれ以降は行われておらず荒れ放題のまま放置されているそうです。しかもですよ、まだあるホテルになる以前は医療施設だったそうなんですよ。え、そのため当時亡くなった患者の霊もさまよってるという噂もあります。甘く見すぎてましたね。これガチでやばいかもしれない。やばいよ、なんか雰囲気やばいもん。これ布、うん、これピンクの
わびっくりした。これなんか上がそこ天井が抜けてるパターンですね。ちょっと頭気をつけてください、うん、ちょっと危ないかも。今まで1万回ってやってるやばそう。うわ、うん、結構広いですよ。これ調理場じゃない？調理場ですよ。待って、これ何の跡だろう。こうやってどこに行くと。じゃあ2階行きましょうかもう。泣きすぎなの。雑だ。わあ、めっちゃ垂れ下がってるよ。これいつ崩れるかわからんよ。わあ、うわ、これ危ないよね上。あ、つららがあるね。あ、見て、こっからも2階行ける。うわあ、広い。いや、これもなんか解体できない理由があるんですかね。解体作業中に事故があったらしいんで、解体工事がおそらく。だ、途中で止まっちゃったってこと？待って、なんか聞こえる。川？そっちの扉は何？部屋かあれ？ボイラー室。下、死体箱って書いてる箱があるんだけど。うわ、死体箱って。あれがさ、なんかすげえ嫌な感じするやん。これ、これ何？どれ？この部屋がすげえ嫌な感じするけど。撮ってみます、写真。撮ってみましょう。これ何か焼いてない？この中で。死体箱とかあるからね。やばいもの焼いたかもしれん。ちょっとおかしくない？ちょっと普通じゃないよ。違う違う、これは。何か焼いてるわ。これカメラじゃ伝わんないよな。あ、ぶっちゃけ人も入れる大きさだね。そう、ちょっとなんか普通じゃないかも。何を焼いたん？いや、ちょっとわからないけど、なんか普通じゃないものを焼いてるような気がする。これでさ、もう処分できるよ。できるよ。死体箱あったしね。うん、だからこんだけの消火量があるってことはもう肺にできちゃうから、うん、人間なんてね。映画とかでなんか見るじゃん、閉じ込められてさ、燃やされちゃって。結構綺麗ですよ。肺でそうですか。肺にも見えるよね。人間の肺ってことはないですよね。ちょっと分からない、入ってみないと。琴美さん、この中入れます？デブなんで入れません。ジャックさん細い。でもそういう問題じゃなくてね、俺が入っても面白くないから。いや時間ないんで。口入るん？口入るん？入るの？入んの？車汚すよ。あの、決めてください。私入るよ。いや、俺が入るよ。私入る。いや、俺が入る。いいから、お前ら何言わせってんの。シューさん、シューさん、シューさん。え？シューさんが、いや、俺入る。俺が入るわけないでしょ。決めてください。じゃあ入るよ。私が入るよ。いや俺が入るよ。俺が入る。いや、入ります、私が。いや、ダメやっぱり。いや俺が入る。大丈夫、いける。俺行く。いや、俺入ろうかな。どうぞ。お前ら遠慮ないな。入りたくないよ。日本人の遠慮は国籍関係ない。お前ら日本人の遠慮はどうなってんの。いいから早く入る。そう、時間ないから早いこ。入るわけないやろ、大抵見ろよ。お尻を入れてみて、そこに。入んねえな。何なんですか、ジャクソンはもう。何なんですか、この人たちは。もうなんか引っかかってる、もう。無理でしょ、私も。ちょっと本当に入ってみよう。でもなんか嫌な感じする。なんか怨念を感じる、怨念。写真撮ろうか。写真撮ろう。デジカメ。あ、こっちはね、部屋だね。でね、この外にね、螺旋階段があるの。これは2階に続いてるのかな、なんだろう。ちょっと予想以上だね、ここ。あっちにも階段あったけど、こっちにもあるってことだよね。いや、でもね、階段が相当傷んでるから、安全な階段で行った方がいいかも。ああ、大丈夫そうだね。全然やばいわ。やばい。やばい。だいぶやばいな。
なんだっけ、2階が最もやばいんだっけ。もうこれ次来る頃にはないかもね、ここ崩れて解体されて。めっちゃ風吹いてきた。ドア壊れてる。これ、え、なにこれ、この壁何。あ、やばいやばい、なにこれ、壁がやばいんですけど、うん、いや、こんな不気味な壁紙ある。どういう世界観、ここホテルだった。いや、ちょっとなんかそんな感じしないんだよね、うん、やっぱさっきのあの焼却炉、うん、まあちょっとおかしい。うわそこ落ちないです。ちょっと危ない危ない。さっき こっからすごいなんかさ、カサカサって音鳴ってるから。危ない、これ。この辺。でしょ？いや、これ。あっちに繋がってるよ。ちょっと行ってみる。怖いかも。安全を確保するよ、俺が。なんか、あーすごい。なんかすごい。引きずり込まれそう。落ちたら終わりだよ、これ。ちょっと引きずり込まれそう。これ、あれじゃん。ロード・オブ・ザ・リングのさ、崩れるあれみたいな。ロード・オブ・ザ・リングだろ、こういうの。うん。しかもなんか向こうからすげえ音が聞こえる。気をつけてよ、落ちたら本当に死ぬから。なんか引きずり込まれそうにならない。なんかうわ、怖っ、うわ、なんか変な感じ。あ、つらら、すごいつららが。あ、これ何。あ、なんか木。うわ、なんで広い。これこそお風呂じゃない。お風呂ですよ。お風呂。今お湯溜まってる。溜まってるわけないじゃん。これ相当綺麗だったね。あ、すごい。どこでんだとか書いてないかね。風呂場じゃない。普通に死んだ風呂場でしょ。これどの基準で普通だよ。大浴場は特に霊力の強い場所となっているって。シュウエさん言ったの本当だった。言ったもん、なんか感じてるんです。風呂入っちゃった、俺風呂入っちゃった。みんな入っちゃった、勢いで入っちゃいましたけど。かもいい。俺いい湯だなとか言って普通に座って入っちゃったよ、本当に。大丈夫かな、俺。鏡がない、これ鏡じゃない。うわわわ、すごい。ここに GoPro を置いてさ、やんのかよ。パワハラ、パワハラでしょ。いや、俺やるよ。私やります。うわ、マジか。わー、ちょっと待って、行っちゃったじゃん。うわー、マジかよ。あそこにね、鏡があんのよ。ほら、反射してんの？わかる？あの鏡がマジで怖い。ちょっと、ここ一番やばいって言われてるとこじゃん。ちょっと風呂のとこ、お風呂の中行って。後ろも怖いし、前も怖いみたいな。なになになに、急になんか、風がやばい。何あの鏡。うわ、もう5分長。しかもこの何、柱、この柱が本当に後ろの気配がやばい。あと天井がさ、待って、めっちゃなんか後ろからすっごい、あの屋根のとこからめっちゃ見られてる感じする。なんかあの屋根が不気味なんだよね、後ろの毛なんか覗かれてる感じが。何分？3分ぐらい。ね、こういう時の5分って長いよね。だからあの鏡の割れ方が異常じゃない？全部縦に割れてるんだよ。うわ、もうこの柱の後ろなんかいるわ。なんか気配するもん。うわ、寒い。5分長。ちょっと待って、めっちゃ風吹いてきてサワサワ言ってる。静かすぎん？ちょっと
めっちゃ怒ってる怒ってる。いやあの屋根不気味よ。え、シュウさん？何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 ？あそこ叩いたでしょ、シュウさん。ない。トントンってマジで聞こえた。いや、頭考えてる。うちはあちらに。また、また。マジ、うん。ここ叩けるわけないでしょ。カン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 って聞こえた。どうカンカンカンってここ叩けるの？いやいやいや、あ、3人が来ると、来る瞬間にトントンってなったから、こっから来るのかと思ったらさ、ね、ここから上がれる。はい。うわ、ここ抜けてるから、ここが3階でしたよ。わ、すっごい風吹く。外？エレベーターエレベーターある。エレベーターあるよ、ここ。これ、あ、ベランダです。ベランダ？で、ここは何？待って、ここ、危ない危ない危ない。ガンって落ちるよ。上5階まである。ちょっと永遠の迷宮に迷い込んでしまったかも。屋上かな、要は。あ、何もない。あ、本当だ。何のためにこれあるの？待って。え？何？え？やばい。新しい足跡ある。やばい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 。新しい足跡？いや、やばいやばいやばい。やばいやばい。待って待って、これやらせじゃないの？マジでやばい。え？すげえ、すごいんだけど。しかも靴の足跡全然違うだろ、これ。これスニーカーっぽくないか。そうなの、ね、ちょっと待って、なんで。しかもなんかさ、そこ雪減ってないって書くよね。待って待って、行けるんだよ、中に。え、でもここから足跡ついてないよ。ついてない。あ、ついてる。一個ついてる、ほら。でも待って待って、おかしくないだって。長靴はね、ほら。うん。自分のも、ほら。いた、ね、私もこうなる。でもさ、ここに登ってくる間にさ、足跡あった？なかった。それがおかしくない？ここから急にあったじゃん。なんで？こっからだったよね、足跡始まったの。ここったありえない。こんな高さ、4階だもんね。制圧？うん。この施設の制圧は完了したって。先輩だな、あっち行って。いいの、それ。いいの、もう。ほんと帰りたい。はい、それでは琴美さん、不可解な点。今まで史上最強に不可解でしたね、あの足跡とか。あれね、ちょっとマジやばいね。本当にやばい。だって、うん、来るときも足跡あったのに誰もいないんだよ。ここにも新しい足跡あったのに誰もいないんだよ。うちらが全部回ったのに。あそこからの足跡だったよね、しかも。あった。5階からの足跡、5階からの足跡あって、階段にはついてないのに5階の。で、死んだ人は自爆霊になって、うん、何度も何度も自殺を繰り返すんですよ。足跡はそこまでしかないんでしょう。このまま下山して、で、温かいお風呂に入りましょう。呪われるから入る。やばいっす。